いです。最近どう？イベント行ってる？どうも、ゆいです。と先日ね、 US カスタムとはなんぞやみたいなね、あのお勉強会をしたんですけども、お勉強会をしたんですけどもね。そのね、 US カスタムを要はまあまあやって、結局車をねカスタムしていったら、まあ集まりだったりイベントだったりとかにこう行くとか、エントリーするとか遊びに行くとか、そこにね行き着いていくと思うんですけど、そのイベント、何イベントとは何ぞや、まあ、イベントの楽しみ方、イベントにエントリーするにはとか、遊びに行くにはどうしたらいいってわけじゃないんですけど、意外となんかあのコメントとか見ても思うんですけど、その自分はイベントに行くような車じゃないんでとかっていう方とか多いんですよ。でも別にイベントに行くような車じゃないんでって、エントリーが全てでもないので、ギャラリーとしてねイベントに遊びに行くっていうのも一つの手段だし、まあ、その辺のねこう楽しみ方だったり、どうやってイベントにエントリーする、そうね、まあ、エントリーする手法とか、遊びに行くにはとか、まあどこどこでね何々があるよとか、まあまあ分かる範囲でちょっとお話できたらなと思いますが、あ、監督、自分もいますよって言った方がいいよ、もう一回。はい、僕もいます。僕もいますか？僕もいますか？そんでまずはやっぱり、僕もよく聞くんですけど、やっぱこうイベントにこうエントリーできるような車じゃないみたいな。そうね、それ結構それがやっぱり一番ネックっていうか引っかかるんで、まあまずはやっぱイベントに出るためにはどうすればいいか、車をどういう状態にしたらいいのかとか、まあそもそもエントリーとか、そのどうやって申し込みなのかとか、あ、そうだね、そう、そういうのとかをちょっと聞きたいかな。カスタムカーショー、カスタムカーショー、一言言うならば、自分の車を見せびらかす会。イエーイ、イエーイ、まさにその通り。みんな言うて自慢しに行ってんねん。まあでだから要は車って自己満の世界じゃない。まあそりゃそうだよね。みんな自己満世界だから、やっぱ自分がかっこいいと思ったものをやって、うん、で、まあ、それでいいんだけど、うん、でもやっぱこうね、人に認められてなんぼっていうのがあるから、やっぱこう自分でかっこいいと思って何かを作り上げて、それをやっぱりね、その人に評価してもらって、初めてこうなんか納得できるというか、そのおおっていうね、そのこうそろそろだからアワードだったりとか、そういうね、なんかトロフィーもらってどうのとか、そういうところをやっぱ求めていくんだと思うんだけど、で結局自己満だからってこうあれやこれや自分でやって、周りにねダサいって言われてもね、自分がかっこいいと思ってるからいいんだよっていう強がりを言う人の方が多いけど、ダサいものはダサいから、ね、ダサいものはダサいのを、ね、俺かっこいいべって言ってても、うん、ダサいんだからさ。そうなんだよね。そこをじゃあね、要は正すというか、うん、正しい道に行くにはどうすればいいかと、うん、でやっぱそういうイベントとかに出して、うん、アワードをもらえれば、うん、それはやっぱそういうね、評価だから。そうだね、うん、大多数の人がかっこいいって認めたっていうことだから、うんうん、要はそこを目指すためっていうのが多分一番なんじゃないかな。うん、そうね、やればいいってわけじゃないしね、カスタムもね。で結局だからね、そのイベントってなるとカテゴリーがあるから、うんうんうん、カテゴリーだったりジャンルだったりっていうのがあるから、要はそこにちゃんとこう定めてというか、うん、枠を作ってそこに向けて作っていくっていうのがやっぱ一番なんじゃない。なんかうちで言うと US カスタムっていう枠のものが多いから、そのイベントに向けて、そのイベントの中でのジャンルとカテゴリーをちゃんと見て、 そのカテゴリーの中でじゃあこれはここがこうだからこういう風にしましょうかとか、でそういう風なところを作っていくわけでしょ。あとはまあそうね、だからまあぶっちゃけイベントなんてね、その結局車を見せてる感じで言ってるもんだから、やっぱね、その見せたい奴らの車を見て、そうね、であこいつかっこいいじゃんとかね、うん、こいつはこういうとこやってんだとかね、うんうん、そういうのやっぱ生で見てあげて、うん、でそれを、まあ、パクって、う
まあそうね、お勉強してね、自分もうあの盗むも盗んで自分なりにアレンジして、うん、そう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 っていうのもやっぱり楽しみの一つだし、うん、いいものはね取り入れるべきだから、ね、あとはなんかまあね、もう昔からだと思うけど、うん、やっぱ車イコール音楽、はいはいはい、で車イコール女子、うん、いい車にはいい女っていうのが昔からあるけど、うん、やっぱそういうのがね、うん、要はストリートではできないもの、そうだね、っていうのをイベントでは楽しめる部分があるから、うん、そういうところを楽しんでいければいいんじゃないかと、イベントではイベントの雰囲気っていうかね、あるからね、そう、うん、やっぱねこう車きれいにして飾って、うん、でだってね結構こうがっつりやってやるの車とかが100台200台並んだりするわけだから、うん、そうね、確かに普段見れないものがね、うん、見れるっていうのと、ストリートでは見れない車がね、まあ、本当そうだからね、まあ、監督的に一番参考になるのはホイールとかね、うんうんうん、でも高いから、うんね、展示してるとこにね行くっていうか、うん、まあないわけだし、まあ、そうだね、だから見本市ね、うん、確かにだから本当にこうなんかフォージャーとかのカタログ見ても、うん、あの複雑な形すぎて、はいはいはい、イメージが湧かないけど、ね、要はそのホイールだけ見ても自分の車のイメージがつかなかったりとかね、だけどそうイベント行くと、うん、やっぱヤバいホイールっていうかこう、ね、すごいデザインのホイール履いてる人がいっぱいいるから、うんうん、そういうのを生で見て、うん、あこういう形なんだ実際はこうイメージを膨らませたりとかね、そうイメージがしやすくなるっていう、うん、そう本当にね結構行けばよかったなホイール買う、あ、うんうん、確かにいろいろね、そういろいろ見て回るのも、今のも、うん、でもそれはあるよね、うん、なんかホイールにしてもそうだけど結局なんかついてる車によってもそうだし、その車のカスタムによってもそうなんだけど、全然イメージとかね雰囲気も、もちろんホイールに関してはカラーもね、うん、変わったりするから、カラーでも全然違う、そういうのももちろん勉強になるし、ただなんかまあ盗んではいけないっていう決まりはないから、いいものはこういいものとして自分の車のカスタムにね取り入れる勉強にはなるかなって思う、うん、あとはだからあれよね、こう例えばだけどセダン系、アメ車のセダン系乗ってる人、要は SUV 乗ってる人によってもまた雰囲気とかさカスタムの感じとかも全然違うけど、それはそれで別に SUV のカスタムをさ、なんかセダン系に取り入れちゃいけないみたいなのもないじゃない、うん、だからその辺でまたこうね、そういろいろ勉強できるとこもあるし、とにかく本当に勉強になるね、そうだね、ブースとかもすごいいっぱい出てるから、そうね、そうそう、いろんなお店さんのブース見てみたり、まあ、あとはだからね、極端な話US雑貨のお店がね出てたりとか、まあ、そういうなんかショッピングとかの楽しみももちろんあるし、ね、お買い物するのにね、そうそうそう、普段買えないお店さんが来たりとかね、そういうところもまた楽しみですね、感じですね、そうそうそう、ただね、だから今から要は車買って送りたいっていう人たちなんかもね、うん、でそのお店探しにもなるし、確かにそうだね、まだそのねお店さんによってはね、こうこれが強いお店とか、そういうのももちろんあるし、だから買う前にあれだよね、車とかカスタムとかお店とかを含めて見に行く場としてもイベント行くのはいいと思うよ、うん、自分が欲しいベースをね探しに行くみたいな、まあね、入場料も高くないしね、そうだね、うん、ちょっと観光しに行くぐらいの感覚で、うん、ふらーっと見に行って、そうね、適当にね写真撮って、うん、そうね、だから写真撮ったりとか動画撮ったりもダメじゃないから、ね、記録として残して持って帰ってさらにねそれを見ることももちろんできるし、それをだってねなんかインターネット上だけでさ探そうと思ったらなかなか大変だと思うしね。各地でイベントはやってるから、うん、もうねだから暖かくなってくるから、これからちょこちょこイベントもね、まあまあコロナの影響が出なければちょこちょこ ねイベントが開催されてくるから、ね、こっちでもねそういうイベントもね、うん、情報開示はなかなかしないかもしれないけどさ、そうだね、で行ったよっていうレポートはね、うん、行ったよとか、まあまあこういうなんかこうトーク系の動画の時に、まあ、いついつの何々のイベントは行くよっていうのがね言われるけど、なんだろうな、インスタとかがでも多いのかな、イベント
のこうやる情報を収集するっていうのは、いやでも正直イベントがやるのかやんないのかみたいなのは、SNS 上では全く分かんないです。あ、まあ、今まで自分は行ってみたかったけど、こういうのには全然気づかないし、はいはいはい、まあまあ雑誌とかね、そう買わないし、そうだよね。じゃあどうすればいいのかなって言ったら、やっぱ YouTube で雑誌ね、そう、そういう雑誌がね、雑誌ね、そうね、あんまり買わないからね今。そうだね。この、 NS マガジンはUS カスタムをね主に取り上げてるやつなんで、 US 系のイベントはこれくらいね、これを見れば間違いない、ね、そう、基本的にはそのまあ近い時期であるイベントの情報だったりとかは NS マガジンさんはね載ってたりするんで、まあだから、ね、紙面とかもやっぱ見てほしいよね、雑誌も。あ、まあそう、うん、俺も見るようになったから、ね、そう、やっぱりSNS 上とはまた違うね情報ももちろん雑誌には入ってるし、そう、結局イベント情報とかね、イベント情報がね、いろいろこう、そうだね、イベントレポートが書けるからね、そうそう、こういう集まりあったよとかね、こういうイベントあったよっていうのもね、そうそう、こういう車の情報がいろいろ載ってるんでね、今度見てもらった方がね、いいんじゃないかなとは、あね、まあ、こういううちでもね、初期だからね、これね、初期ですね、動画どうしようもないけどね、こういうの、こういうのは言ってるからね、うん、ね、 NS マガジンはだからまああれよね、イベントのことに関してもそうだし、車のことにそう関しても情報的には満載な雑誌だからね。あとは中山さんね、まあ、一回ね、とりあえず足運んでもらって、うん、要はリアルでやっぱ見てもらって、そうだね、自分の目で見て、自分で感じてもらうことが、一番いいんじゃないかなと、いいと思いますね。そんなもう敷居が高いもんでもないから、うん、一回行って、それを見て、いわばその場の雰囲気を楽しんで、車を見て楽しんで、あとね、やっぱキャンギャルの女の子もいっぱいいるから、そうだね、あ、そう、キャンギャルの女の子をね、やっぱ見て、で楽しんで、楽しみいっぱいあるから、そうね、そういうのが重要じゃないかなと、うん、まあ、だから、悩むぐらいだったら、とりあえず行ってみた方がいいと思う。行ってみたいなと思って、もん出てみて、そうそうそう、別に行って損するってことは絶対ないから、だからよくコメントでねあるのが、エントリーしてみたいとか、うん、ちょっとエントリーするレベルじゃないからっていう人たちが結構いるから、そうそうそう、やっぱそういう人たちなんかはじゃあ逆にエントリーしなくても楽しむ方法とか、うん、あとは逆にそのエントリーしてみたいんだけどどうすればいいんだとかっていう人たちなんかは、うん、まあ後にねそういうの説明もしていければなと。そうですね、そういう方の話もね、そうだ、一番初めに言ったらそのカテゴリーとかそういうのもあるから、うん、要はじゃあ自分の車はどこに当てはまるんだとかね、うん、そういう定義がなかなか難しいから一般公開はされてないから、そうだね、そういう部分とかも説明できればと思うし、うん、まあまずはもう何よりもそのイベントに遊びに行く、そう、足を運ぶことが大事、遊びに行ってもらってリアルでそれを見てもらって、うん、そっからそう、ちょっとお勉強してもらえればね、そうですね、まず自分の目で見て感じることからお勉強楽しめるんじゃないかなと思います、うん、と思います。ということでね、まあ、イベントとは何か、イベントの楽しみ方、まあ、悩んだらもうまず一回足を運んでみてってことです。そこからね、多分広がるものはいっぱいあると思うので、ぜひぜひ、いろいろねイベントには皆さん行っていただきたいなと思います。まあ、私もね行くイベントとかが分かるときはこういう風にお届けできればなと思うんですけど、とりあえずキンキンだとね、4月5日の広島でやるレックス広島にはねお邪魔させていただくので、まあ広島なんでね関東圏の方たちがこう、まあ、行ける行けないっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、近場の方でね見ていただいてて、もちろんお会いできる方もいるとは思うんですけどね、そこでまた楽しんでもらえればなと思いますので、ぜひぜひイベントは行ってみてください。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。スペースバイビー。